キリン力変化により再熱する脅しし界隈男とん楽しむソムリエたちの反応集。簡単な説明。怪しし様登場による脅しし神社、アンチによる大戦争から1年、キリン力変化により歴史は繰り返された。今回もファンとアンチが見分けつくようマークを入れてあります。どういう身体の構造なんだこれ。こでしょ。火星風景みたいなデザイン。オンチ。鉄穴確定じゃん。天竜人。大物女優みたいな名前。キキキリン。キキキリンがトレンドに上がってて森。どことなくバナナな痴漢を感じる。犬ぬわんかよ。そいつはポケモンの名前じゃない。名前が完成されすぎて一生進化しないと思ってた。実はなぜか見た目めちゃくちゃ好きなんだが、2つあった脳が統合された際の自意識みたいなのがすごく気になる。して、殺して。これで中の顔が死んだ目になってるみたいな悪趣味な感じだったら引いたけどすごい満足げだから好き。行くぜ相棒、みたいな表情好き。油断したな、キリンとはこういう生き物だ。そうだったのか、クソ。尻尾お前力って名前だったんか。じゃあ頭はなんて名前だよ。竹内だろ。上州だろ。ついにボツデザインのキリン力になったのかと思ったら逆方向だった。どうせならこいつに進化して欲しかった。この外側の頭が口を閉じるとヘルメットみたいになってそのままハンマー殴りするって設定好き。実際キリンは頭を振り回して攻撃する尻にかなってるな。やっぱり脳は二つあるんだな。よりキリンに近づいたな。進化前はキリンというより馬みたいな体格だった。頭部をよく見なければキリンらしさは増してる。キリン力はキリンってよりポニーだ。普通にめちゃくちゃいいデザインだと思う力キリン。キリン感上がったし可愛いし表情にやる気が満ちてるし。名前が怪文じゃなくなったのだけが残念。さらに進化で力キリン力キリになれば。でもキリン力の力が頭の方に移ったから名前が力キリンになるのはトンチが効いてて好きよ。尻尾が前に来てるんだからもう怪文に関わる必要ないのでは？ナイスなネーミングだと思う。メタグロスなんてどっかから増えたやつが4体連結してるんだぞ。生まれた時から一緒のやつと連結したからってなんだ。ダグトリオとかもディグダー集まっただけだしな。力キリンパーカーとかあったら良さそう。というかそういう格好のエスパージムリーダーが出てきそう。この頭の歯が閉じるとフルフェイスになるギミックかっこいいよね。クーラーを思い出す。半数もテールアーマーも強そうでいいね。特性が両方優秀だからよほど種族値終わってない限りいろんな型ができそう。脅しし。怪しはどう思う？正直怪しし様ほどの驚きはない。怪しし様ぐらいじゃないと購買意欲煽れないよね。あや様のおかげで大パリメイクよりアルセウス売れたしな。脅しん見苦しいわ。環境に耐えられず絶滅したあやしん生きていたのか。前作お情けで絶滅したはずの脅しん実装してやってんのに吠える吠える。コライドンたちいるから移動手段としても役立たずでグラスフィールド。アルセウスでもゴーグル手に入ったらもう使われてねえだろ。あやしんは敬愛するあやしし様に乗ってたという事実にどう食材していくんだろうな。アルセウスでオドシンは徒歩でクリアするとか言ってたのに発売後めっきりその意見聞こえなくなったのが答えだよね。アヤシシもケツのうんこを頭に持ってきて力アヤシシに進化しよう。あのおむつの名前ってシシなのかな。オドシシにもついてるし。オドシシがテコ入れされたしこっちもね。今回もアヤ様使いたいわ。ノーマルエスパーって結構相性優秀だな。オドシシ用で分かってたことだぞ。順序的にはイエスさんのが先だろう。脅しんがよ。やれやれ。怪しし様はアルセウスの時代からいる子さんだしな。数百年前からいた怪様がエスパーノーマルの元祖でしょ。あのさあキリン野郎怪しし様と同じタイプとか恥ずかしくないの？エスパーノーマルって怪様のパクリだろ。苦し紛れのイチャモンのはずなのに同じ文句しか言えなくなってるね。タイプかぶりとかちゃんとシャバ代払ってから生きてんだろうな。あ、絶滅したから払わなくていいのか。後からキリン力先輩と同じタイプになった新参者が何か言ってら。絶滅した怪しし劣勢遺伝子なのバレバレ。脅しの進化は絶滅してキリン力の進化は生き残ったんだな。
せっかく進化というアドバンテージを得ていたのにそれさえもキリン力に持っていかれるとは。キリン力さ、じゃがりこのパクリなの最悪だよお前。なぜよさのアキコは力キリンを殺さなかったのか。怪しさがほぼ内定で奴がクソ中途半端な速さの両頭と考えると対戦での需要、なし。怪しさも出るんだろうけれど攻撃と特攻両方伸びて足を染めで耐久そこそこだからなんかこう扱いづらいんだよな。お前をドアンに見せかけた方へのアンチだな。というか怪しはなんであんなに弱そうな振り方にできるんだよ。威嚇あるから自重したんだろ。怪しはともかく脅しは奇跡持てるようになるけど活躍できるかな。威嚇と合わせて割と硬い。アルセウスの時に散々語ったけど脅しは所詮進化前のオマルタンだから威嚇込みでも強豪相手のポリニより優先して奇跡は確かちない。脅しは威嚇プラスそこそこの素早さから多彩な補助技打てるのが魅力だからポリニとはそもそも役割が全然違うよね。奇跡脅しは耐久指数見て乾いた笑いが出るところまでがワンセットだよ。奇跡脅しはクソどうでもいいけど奇跡ハリー戦は超使いたい。これで奇跡が今作から使えなくなったら笑う。脅しにアンチがいるの知ったとき、サザエさんアンチの存在を知ったときと同じ感じを覚えた。どんなポケモンにもファンはいるのは間違いないが、アンチと信者が現れるレベルまで至っているのは草なんだ。脅しでこんなに白熱できるとか世界はまだまだ広いな。これもうどっちも脅し大好きだろ。俺のノコッチはいつ進化するんですかね。そろそろノコッチにも何か欲しいところ。ウソッキーが進化して臭いはタイプに。ホントッキー、マコトッキー、マジッキー。まさか脅しもキリン力も進化することになるとは。それはそうとスカバイは進化系追加の流れが来てていいね。なんだこのポケモン。ぽやんけ。チンアナゴかこれ。コイキングー、海ビグだー。いいモンスターだな、マリオシリーズだろ。かわいいチンアナゴのモチーフがこんな一発ネタで消費されるなんて。チンビグだ。海鉄砲。水鉄砲かっこいいミシン。濁流覚えてほしい。多分女性に人気でそう。海に住んでるビグダっぽいポケモン。オタマとナッシーは今回いるかな。海牛は牛じゃないし名付けなんてこんなもんでいいんだよ。ブドウと海ブドウみたいなもん。現実でも〇〇もどきとか海〇〇は結構いるもんな。生物学的な感じで面白いのは間違いないけど、毛を生やしたりビグダはいじり放題の万能素材かよとも思う。正直なところナイスデザインとネーミングだと思う。もうこんなの印象に残りすぎるもん。こいつよりビグダの方が謎生物だなって改めて思った。あいつも結局体の下わかってねえからな。名前は文句ないんだけど顔がまんまビグダなのは可愛くないからちょっと残念。ビグアンまで出てきやがった。昔の微妙ポケモンにはこの調子でどんどん進化系用意してほしいねー。